はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ゴルフは飛ばしてなんぼ協会奥田です。マジか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 、思ったことないわ。すいません、訂正させていただきます。ゴルフは飛距離より曲げないことが大事、奥田です。反応があればどうぞ、フジプロ。いやいや、飛ばしてなんぼっすか。飛ばしてなんぼっすね。飛ばしてなんぼっすよ。ということで今夜の動画は、トシプロと、トシプロのクライアントであるケンさんの練習風景をご覧いただきながら、簡単に飛距離アップにつなげれるポイントなんかも話してみようかな。マジっすか、ね、って思ってるんですけど、皆さん聞きたい？これそらそやな、聞きたいわな、そらそらそやな、ほんま贅沢やな、みんなほんまわがままばか言いやがって。肌を求めてるっすからね。ほんま求めすぎやって。しゃあないな、ちょっとだけ話したろか。え、いいっすか。ちょっとだけな。いいですか、僕逆に喋りましょうか。うん、そうやね、ちょっと振るわ。はあ、うん、おお、えぐいな、ほんま。えぐいわ、ちょっと飛ばしとるマジで、あの男。ということで、何か貴重なね、価値のある話がもしかしたら出るかもしれないんで、はい、最後までご視聴いただいて、今のうちにも高評価を押しておきましょうか。お願いします。はい、お願いします。ということで、皆さん飛距離どうですか。飛距離不足に悩んでるとかってあるんですかね。一般前の人ってやっぱほとんどなんかな、それって。みんなそうじゃないですか、ね、飛距離不足って大体どれくらい飛ばしたいと思って飛距離不足やと思うかな、自分のこと。ああ、200。確かにそうですね。そうなんですよ、僕自分でやってた時から飛距離不足とか考えたことがない人やったんで。自分が飛ぶ方やからとかちゃいますよ、はい、だって昔飛ぶわけないやんか、ボディタインだから。だから周りでやっぱり競うんじゃないですか、ラウンドとか行ったら。ああ、負けてるとか。そうそうそう、ドライバー飛ばへんってなるんですかね。やっぱ一人、その一緒にゴルフやってる環境の中で、自分が見てる中で飛ぶ人と比べて、はい、自分は飛ばへんとか、はい、だからコースでもやっぱヤードって距離出てるじゃないですか、うんうん、それでもう飛んでなかったりしちゃったら全然気にしたことないからな、そこら辺の感覚。俺ほんまに分からへんねんけど、さ、フージュンプロと回ったらさ、だってもうだっていやいやいや、100ヤード以上後ろにいることなんかもう当たり前になるわけやんか。うわうわうわ、なんか気にしたことはないんやけど、ケンさん、はい、飛距離不足やなって気にしたこととかあるんですか。いや、特にないです。ないですか。あの、まあ、コンサル受ける前は全然飛ばなかったんで、ちょっと気にしましたね。あ、気にしましたか、その時は。その時は、最近は全然何でも気にしないですね。そう、はい、飛ぶからそれは気にしないですね。マッサンはあったんですか。僕はやっぱ WGC 来る前までは気にしてましたね。あ、そうなん。はあ、飛ばしたいな。それって飛んでへんとかっていう時の基準って、うん、例えば同伴競技者。同伴競技者。一緒ですね、バリバリ。え、それはその時って、はい、WGC 来る前やから、はい、ドライバーの飛距離のことですか。アイアンスか、それとドライバーです、ね。ドライバーですか。はい、全部ですね。全部。全部全番で。パースリーとかで持ってるクラブ違うなとか。ああ、それめっちゃ言われましたね。はい、バンテってことですか。それはめっちゃあります。僕も言われたこと。めっちゃ聞かれるんですよ。奥田今何番持ったん。なるほど、はい、めっちゃ聞かれるんですよね、あれ。別にそんなんどうでもよくないと思う。そうですね。自分の、なんでそんな人のこと気にすんやろうっていうのが、僕そこら辺があんまりわからない感覚やったんですけど、でも今ケンさんとマスターが言ったような感覚の方が多いんじゃないかなってちょっと思うんでね。飛距離を飛ばすための方法、はい、飛距離アップにつながる方法、はい、なんてものを何か風情をあったりします、いやほんまにあれやで、いらんこと言ったらほんまにピーにするから。いや僕は欠陥やで、ほんまに僕はいらんこと言わないですよ。なんかあります、これやったら飛ぶやんっていう。体重増加っすね。アホちゃんほんまに。ほんまアホやわ。ほんまアホやわ。ちょ、投資プロどうにかせえやほんまこいつ。ほんまいや、それはでもこうやって言ってるけど、体重増加は間違ってないんですよ。単純に体重増やすとエネルギーは単純に上がるんで、はい、
だから飛ぶっていうのは当たり前になってくるんで、ただ風神プロが飛んでるのは体重のせいやと思われたくないんで、それそうっすね、やめときましょう。そう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 、あと何かあります？いや普通のこと言う、全然普通のことやったら全然普通のことでいいんですか？普通のこと言っていいですか？ああ素振りをするんすか？ほんまに、はい、するみんな、じゃあ、ふうちゃんとかするよ、はい、じゃなくて、みんなで、みんなすか、みんな普通 の、 あの視聴者の方する素振り絶対していいんて、していいんて素振りいいんすか、ね、うん、でしょ、みんなどうですか、皆さん皆さんどうですか、してるしてる、正直で言ってみしてないです、いや、大丈夫、俺神やから俺見えてんもん、しへんでも、自分らごまなそうとしても無理やって、知っとんもん、俺他は他っすか、距離アップ方法、まあ、みんなで聞いていこうか、はいはい、その間考えておいて、ちょっと、はい、考えておきます。ケンさん何かありますか、はい、まあ、いらん、もし重要なことやったら P にするんでも何でも自由に言ってください。飛距離アップするために何かこれやった方がいいよっていう、もう一つしかない、はい、全然言ってください。手打ちドリルです。あ、手打ちドリル、はい、ありがとうございます、はい、まあ、それはそうですね、はい、はい、めちゃめちゃ上がったんで、ケンさんはそれで飛距離がめっちゃ伸びたと。実際9万円何ヤード伸びました、ケンさん。もともと110ヤードしか飛ばなかったんで9万円が、はい、70ヤード、信じられへんよな、だって70ヤード伸びた、ガチですか、ガチで思いっきりガチマンブレして110ヤードってこと、マンブレです。で、今マンブレしたら180ヤード飛ぶ、180ヤードです。いい、はい、やばいっすね、はい、それは手打ちドリルやらんとダメですね。もう手打ちドリルばっかりやると、はい、徹底しまくったっていうことは、多分ケンさん今爽やかな、トシプロと一緒でさ、爽やかな好青年って言ってるやん。俺前言ったけどさ、松さんと同時にケンさんまあまあおっさんやで。でもなんか20代やと思ってましたっていうコメントもあったけど、ありましたね、ありました。であのしかもケンさんってあの大阪でもね、あの柄の悪い地域の人なんで、そうっすね、バッチバチで柄の悪いとこやから。多分なんかケンさんこんな風に喋ってるけど、ほんまカメラがなかったら多分なん、もうええからお前の手打ちドリルやっとったらええやんけって言って、つべこべ言わずにやっとけやっていうぐらいの感じですよね、ケンさんね。いや、僕今代弁しました、今奥田の言葉じゃないですよ、ケンさんの頭の中の言葉を僕が喋っただけなんで、皆さん勘違いしないでください。完全そうですね。やったらええ。じゃあトシプロは何かありますか？あるかもしれないですけど、うん、はい、ありがとうございます。いやだってほんまに、まあそりゃそうやねん、その通りやけど、なんてなかなかラインが難しいですよ、そうそうそう、ちょっとあれですよね。じゃあえマスさん何かありますか？距離はそうですね、あのプロ感覚の言葉を徹底的に疑うことかなと思います。ああ、なるほど、プロ感覚レッスンを疑う、疑う例えば腰回せ、体重移動しの、フェイスを返すな、疑ってみると、アマチュアにそれは当てはまるのかっていうところですよね、を疑ってみると簡単と。じゃあ次は風神プロ、はい、考え思いつきましたか？思いついてなかった俺さっき言おうか。2つぐらいあるんですけど。おう、そう言ってよ。まあまあ大雑把に言うと、もう右サイドのショートっすね。大雑把すぎやろ。大雑把すぎやろほんまに。で、右サイドの仕事終わったら TM ドリルっすね。それこそできひんわ。それこそできひんねんけど。そうっす。でもそれで飛距離アップしたってことやもんな。そうっすよ、うん、だって400なんか乗らんすよ。乗らないだわそら。でももう手打ちドリル、まあ右サイドの仕事を理解してつま先開きは伸びるっすね。まあ伸びるやな、それはね、はい、それは全部やってる。ダブル CC のドリルやったら全部伸びるのは結果やできるじゃないですか。結果伸びちゃうんすよね、はい、っていうところ。じゃあ最後僕から貴重な神の言葉、神のお告げを皆さんに。いつか。そうですね、はい、どうですか皆さん、今あれですよ、なんていうの、あの偶像崇拝するみたいな形で僕に対してこう。カメラの前でやってもらって、まああれっすよ、ぶっちゃけなんやろね、ブロマが勝ったらいいって言われてはい結論で、けどちょっとドライバー悩んでる人ってほんまマジ膝立ちやってって思う。あマジ膝立ちやったらいいやんって思う。だ、うん、から打たれへんねんから膝立ち、立って打てるわけないやんちゃんとっていう。だから膝立ちでまず230以上飛ばせるようになることをカラスよ。
カラーですよ。こんな僕ですら軽く振って230なんか飛ぶんやから、膝たち。だって初めて見さしてもらった時に膝たち小倉さんやってくれたんです。え、いけるやろ思って言ってみたら、オーダーフリーの。そうやな、1メーター1メーターぐらい手前で打ってたもん。1メーターは言い過ぎやけど、でもボールよりだいぶ手前をダフったもん。でもあれが普通やと思うよ、ほんまに。正しい腕の振り方とかっていうのはな、最初はやっぱ分からへんから。そうですね、皆さんも飛距離欲しいって思ってる方なんかはね、単純にまあ何かしら、何さしと、何やっとうかな、膝立ちのレッスン動画でも差し込んどこか。はい、でも膝立ちって手っ取り早いですよ。手っ取り早い、ほんまに手っ取り早い。そうっすよね、うん、だって皆さん、僕ほんまやったらドライバー打つなっていうのに、あれはドライバー打っていいって言ってんねんから、うん、皆さんドライバー打つの好きでしょ。では膝立ちやったらいいんちゃう、はい、えぐいってほんま、あの男ほんま飛びすぎやと思う。ちょっとイラってするわ俺。あんな飛ばすようになって、かっこいいな。ということで、チャンネル登録者数をね10万人目指して本当に頑張っていきたいと思いますので、はい、こういったね皆さんからコメントいただいた人もしかしたら答えるかもしれないですよ。はい、ていうかちょっとぐらいは答えようかなって本気で思ってます。あのガチでこれはお金いるわっていう質問内容に関してはさすがにやっぱ答えないんですけど、これぐらいだったら答えていいなっていうところは僕が判断するんで、何か質問とかあったらコメントいただいてたら、もしかしたら動画で答えるかもしれないですね。その代わりその時はありがとうとちゃんとコメント入れるべきです。それはそうっすよ。でもありがとうとともにブロマが買うっていうね。よろしくお願いします。というところで、今夜の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。はい、チャオグラッチェ。